しゃー、着底2アクションからのホールだよね。今ロムのね80で、ロットはね632ですね。おお、長かったね、こう今みたいにこう食い気のあるバイトも出るんだけどね、なかなかこうおいそれと食ってもらえないうい、今日のこれ狙いなんじゃないの。ういしょ、ういやったーくよし、一匹目だよやったねーね。今のほんともうボトムからね、最初ツーアクションしてグッと落としてあげたところ、まあ、ジグ横にするイメージですよね。そのタイミングで食ってきましたね。嬉しい一匹ね。よしね、これロングのプロットですよ。ちょっと待って、よしういおおよかったね、というわけでね、今日、釣りを開始してから結構ねちょっと時間かかりましたね。まず1匹目取りました。で今ねメタル位置のこれ、632です。で今日はね631、632、633と、まあ、パワーをねそれぞれ使い分けて、で、まあ、当然ジグも入れ替えるんですけども、まあ、その中でね一番アクションのいいところ、これちょっと探していこうという、まず最初の1匹目なんでね、これヒントにね、釣ってきます。やっぱりねこんだけ打ってて魚があんまり釣れてないんで、追ってくるレンジもね狭いです。おそらく 1.5 とか 2m までしか追ってこないんじゃないかと思うんで、ちょっとそこ集中してね今からもう一流し入れてみましょう。ちょっと同じパターン繰り返してみようか。でここで見せて落とす。でここでこう当たってくればね素直な感じですよね。で今割とこう潮が効いてる状況でね、どん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 流されるんだけど、極力多分ね軽いフォールでゆっくりなんで、その接点が今 80g なんでね、本当はあれ食わせんだったらもっと軽くゆっくり落とせば食ってくるのかもしれないですけど、ホールだこのね50センチ間隔のボトムのホールをどれだけやるかだね小さいけどねお、また同じだ。結構あれだね、ボトムのちょっと上から群れてんのかな。結構反応するやつなんだけどねも
う一回りのね、いいサイズをちょっと狙っていきましょう。でちょっとね、一匹目だけだとそれが一番の答えかわからないんでね、今はね、ウエイト変えずに色だけちょっと変えてみます。いいね。おお、やったやった、素晴らしい。この上だったのかもね、パラパラっと食ったもんね。LL 同じ L の80、同じやつだね。闇旗かな。よいしょ、ちょっと可愛いねこのサイズ食ってくるんだからね、もうちょっとこうガンガン当たってくれてもいいんだけど、これはね、SCS の方、60。レターズ、もうさっきです。よいしょ。ホールだとね、こう大体リアつけてるね。かわいいな。ちょっとお父さん連れといて。お父さん連れといて。いるんだよ、これ絶対にでかいのいるよ。おう。